腹筋はどうしても首が痛くなる、体を起こすと腰が痛い、そういった方におすすめなメニューを紹介します。今回はスローダウンエクササイズです。今回のメニューは通常筋トレというと力を入れる抜くということを繰り返すと思います。今回は違います。力を入れたままゆっくり倒れるだけです。どのメニューも難しくないので一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。運動が苦手な方だけど筋肉つけたい、できるだけ痩せる体を作りたい、そういった方におすすめなメニューを紹介します。筋肉というと力を入れるとき、コンセントリック収縮、力を入れたまま引き伸ばされるとき、エキセントリック収縮と言われています。この力を入れたまま引き伸ばされるときの方が負荷があると言われています。皆さん一生懸命力を入れようとしていると思いますが、実は力を抜かない意識をした方が筋トレになっているんです。今回はその方がやりやすいのに筋トレになるスローダウンを紹介していきますので一緒にやってみてください。それでは紹介します。まずは上を向いて寝ましょう。通常レッグレイズというのは寝たまま足を下ろす、上げるっていうことを繰り返すと思います。今回は下ろすのをとにかくゆっくり下ろしていって、戻すのは楽に戻してください。このスローダウンのポイントはとにかくゆっくり動くことがポイントです。力を抜かないようにゆっくり引き伸ばされる感じで降りたら戻します。目安としては20秒かけて降ります。これを3回です。いきましょう、スタート。腰が浮かないように足を遠くに持っていくイメージで、ゆっくりゆっくり力を入れたままです。少しずつ下ろしていきます。腰浮いちゃうよって方はね、しっかりなんか引っ込めてみてください。よーし、 OK、 膝曲げて戻ります。いきましょう、スタート。ゆっくりゆっくり動かすよりもね、下から効いてると思います。もう本当にね、足を止めてるぐらいの感覚です。オーケー。さあラスト、しっかり腰つけていきましょう、スタート。ゆっくり下げます。できるだけね、お腹を引っ込めて息を長く吐きます。遠くに足を持っていってください。よーし、オッケー。今度は座ったままでゆっくりゆっくり倒れていったら、肘ついて体を起こしてください。いきましょう、スタート。3回です。もしバターンと倒れたらね、また起き上がってください。できるだけ下向いて20秒かけて置いていきます。ゆっくり、お腹の力を抜かないように息も長く吐きます。はい、オッケー。肘ついて起き上がりましょう。2回目です、スタート。しっかり腰丸めて降りるときはね、腰からゆっくりつける感じで、ゆっくり力を抜かないように耐えて、全くぐらいのイメージです。よーし、オッケー。ラスト、しっかり下向いて、一気に力を抜いたらダメです。力をとにかく入れて、腹筋が緩まないように力を入れたまんま。はい、OK。 結構効きますよね。今度はスクワットです。足肩幅にして、しっかりお尻を出して、お尻をしっかり出して、ゆっくりゆっくり20秒かけて下まで降ります。立つのは手ついて上がってもいいです。いきましょう、スタート。股関節からしっかり後ろに引いて、止まっとくぐらいのイメージです。できるだけお尻は出します。ゆっくり耐えて耐えて耐えて、頑張って。 OK、 手ついて上がっていいです。行きましょう、スタート。しっかりね、お尻出して、ゆっくりです。一気にしゃがまない、しっかりかかとに重心を置いてお尻出して、
け。ラストスタート。しっかりね、お尻を出してください。腰が丸くならないように、しっかりね、つま先よりかかと重心です。ゆっくりです。力抜かないように。よーし、 OK。最後は上半身です。手肩幅でちょっと指先内側を入れます。このまま斜め下に肘を曲げながら体をゆっくり下ろします。いきましょう、スタート。ゆっくりゆっくり肘を曲げていきます。止まっとくぐらいのイメージです。力が抜いちゃったらパターンでいっちゃいます。力抜かないようにゆっくりです。よし、上がるのは自由に、肘ついて上がってください。2回目、スタート。だんだんと肘曲げて、とにかくゆっくり、動いてないぐらいのスピードです。頑張って、耐えて耐えて。よし、ラストです。スタート。少しずつ動きます。力抜いてダメですよ。力抜かないように耐えてください。よーし。よっしゃ。オッケー。お疲れ様でした。全部3回です。ですが、1個ずつ20秒で動いてますので、何回も動いてるぐらいの感覚なんです。回数少ないのに、しっかり効いてます。初級者、中級者の方はですね、降りるだけを意識して、フォームを意識して、早く動かない。そうすることで、しっかり筋肉に効いてる感じがわかると思います。動画を見ながら何度もやってみてください。頑張っちゃったよーって方、グッドボタンとコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。